ピーター・オマラは、オーストラリア生まれのジャズギタリスト、作曲家、教師である。1981年からドイツ、またはオーストリアに拠点を置いている。オマラは、ジョージ・ゴーラーのギターアカデミーや、シドニー音楽院、ジェイミー・エヴァーソルド、デイブリーブマン、ランディ・ブレッカー、ジョン・スコフィールド、ハル・ギャルパーのジャズクリニックで学んだ。オマラは1976から1981年の、 間にオーストラリアでプロとしてのキャリアをスタートした。NSW ジャズアクションソサイティから贈られたジャズ作曲賞の1980年と1982年の受賞者である。最初のアルバムピーター・オーマーラは1980年にリリースされ、幅広い評価の賞賛を受けた。彼は海外留学に対してドンバンクスメモリアルフェローシップを授与された。 1981年にはニューヨークでデイブリーブマン、ジョン・スコフィールド、ローランド・ハナ、ジミー・レーニー、アッティラ・ゾラーの下で勉強していた。オマラは1981年後半にドイツのミュンヘンに興移した。1990年にクラウス・ドルディンガーのバンドであるパスポートに参加して、このグループと何度もヨーロッパをツアーし、南アフリカやブラジルも訪れた。 彼の教育活動には、ヨーロッパ各地で開催する多くのワークショップに加え、オーストリアにおける音楽、演劇、ダンスのためのアントン・ブルックナー私立大学や、ミュンヘン音楽、演劇大学でのジャズギターの教授としての仕事が、含まれている。彼はまた、国際的に有名なジャズ出版社、アドバンスミュージックによって出版された4冊の高く、評価を受けた書籍の著者でもある。2012年、 オマラは、スタジオミュージシャンとして、ビブラフォンで、ティム・コリンズ、ドラムで、マティアス・グメリン、コントラバスで、ヘニング・シーベルツを起用した、ソロアルバム、マイ・タイムを発表した。オール・アバウト・ジャズのアラン・ブライソンは、上品な抑制、スムース・ジャズに代わる、魅力的な代替手段を表すような、時間を経過した後のメローな音、ムードミュージックとしてうまく機能するアルバムですが、 相互作用はエネルギッシュかつ複雑であり、ソロは想像力に富み、メロディックでよく考えられていますとその本質を見出している。彼はヨーロッパのジャズシーンで、ケニー・ホイーラー、ヨン・クリステンセン、ジョーネー、マリア・ジョアン、ジョン・マーシャル、パトリック・スケールズ、ジョン・テイラー、ランディ・ブレッカー、チャーリー・マディアーノ、ベニー・ベイリー、ロベン、フォード、マイク・ノック、アルベルト・マンゲルスドルフ。 アック・バン・ローエン、ジョニー・グリフィン、ウィリー・クア、トニー・ラカトシュ、ティム・コリンズといった多くのミュージシャンと協力してきた。ありがとうございます。